はい、太郎丸です。今回も映画の感想を言っていきます。今回の映画は銀河鉄道の父。本作は小説家門井慶喜の直木賞受賞作品銀河鉄道の父を実写映画化したものです。主人公はあの有名な宮沢賢治の父親政次郎です。彼の目線からね、見た究極の愛の物語が描かれていました。皆さんは宮沢賢治という人は、名前ぐらいは聞いたことがあると思います。こんな僕でもね、名前ぐらいは知っていました。知っていると言ってもね、雨にも負けず風にも負けずってありますけど、あれの作者の人っていう、それぐらいのことしか知りませんでしたね。でも実際宮沢賢治って名前は知ってるけど、どういう人なのかっていうことまでは知ってる人ってそんなにいないと思うんですよね。宮沢賢治さん、一応、詩人でもあるし童話作家という人になるのかな。代表作として、先ほど言った雨にも負けずですね。それからこの本作の、タイトルにもなっている銀河鉄道の夜、それから風の又三郎と注文の多い料理店といった作品があります。不勉強な僕はね、いずれの作品もよく知らないんですけど、さすがに名前ぐらいは聞いたことがありますね。雨にも負けずは確か小学校とか中学校とかの教科書にも載ってたりしましたよね。それとあと銀河鉄道の夜とか風の又三郎なんかは読んだこともないんですけど、さすがに名前ぐらいは聞いたことがありますね。そんな、宮沢賢治さん、有名人ですよね、今もなお。彼の作品のファンの人も今この時代でも、かなりいるんじゃないのかなと思いますけれども、ただ彼がね、まだ生きていた頃、生前の頃はね、彼の作品はもうほとんどと言っていいほど無名に近かったようですね。この宮沢賢治さんがね、一生懸命作品を書いて、本にして、売っても誰も彼の作品を見向きもしなかったようです。宮沢賢治って言っても誰それみたいな、そんな感じだったようですね。結局賢治は、自分が作家、童話作家、詩人として高く評価されることもなく、37歳という若さでこの世を去ってしまいます。しかしね、その後ね、詩人である草野心平さんという方がいるみたいなんですけれども、すいません、ちょっと僕この方どういう人なのかよくわからないんですけど、この人の、尽力によってね、宮沢賢治の作品が多くの人たち、大衆にね、広く知られるようになります。宮沢賢治という人間が国民的な作家になっていくんですね。でもこれどうなんですかね。自分が亡くなった後に自分の作品がこうものすごくこう評価される、高く評価されるっていうのは、なんともちょっと虚しいというか悲しいですよね。こういう、本人が亡くなった後に、作品が評価される、高く評価されるっていうのに、ショパンがいますよね。ショパンの、生前に発表されなかった曲に幻想即興曲っていうのがありますよね。あの曲もショパンが亡くなった後にショパンの友人がたまたまその曲のね、楽譜ですかね、それを発見して、それを発表した、ショパンの曲だとして発表した。でそれがものすごい高く評価されちゃって、ショパンの曲ではもう一番の人気の、曲ということで、今もなお語り継がれているわけですよね。けれどもそれをショパン本人は知らないってことですよ。知らずに亡くなってしまったっていう、そういうのがありますよね。ショパンはね、それまでにね、数多くのね、有名なね、曲、クラシック音楽をね、作り上げてきたわけですけれども、宮沢賢治さんはね、た
ただの一つとしてね、評価されることもなくなくなってしまったわけですからね、まあ、どっちかというと宮沢賢治の方がちょっとかわいそうだなというか気の毒だなと思いますね。宮沢賢治という人物を、まあ、ほとんど知らない僕にとっては、この映画は宮沢賢治という人物についての、まあ、勉強になりましたね。実家の後を継ぐのが嫌だからという理由で農林学校に進学したいと父政次郎を説得して、まあ、農林学校に入学するんですけれども、その学校に在籍中にどういうわけだかね、人工宝石にちょっと興味を持ってしまうんですよね。で、人工宝石の魅力に、まあ、目覚めたのかと思ったら、今度はまたどういうわけか、まあ、宗教に傾倒し始めてしまうんですよね、賢治は。宗教にね、のめり込みすぎて、なんだかちょっと危ない人みたいな、そんな雰囲気になっていくんですよね。なんか引きこもりのニートみたいになったりしちゃうんですよ。実在の宮沢賢治さんもこういう人だったかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、この映画を見ているだけだと、まあ、正直ちょっと宮沢賢治さんとはあまりこう親しくなりたくはないかなっていうふうに、まあ、僕個人はね思いましたね。正直ね、父親の政次郎は結構大変だったんじゃないでしょうかね。まあでもね、宮沢賢治のことについてしてね、ちょっとこう抵抗を感じてしまったりはしたんですけど、それはね、前半までですね。まあ、前半まではちょっと近寄りがたい人だなとは思っていたんだけど、まあ、後半になるにつれて、まあ、僕もこの宮沢賢治の見る目がかなり変わりましたね。まあ、映画のネタバレ、まあ、史実を知っている人はね、ネタバレも何もないと思うんですけど、まあ、一応ネタバレを、まあ、考慮して詳しくは言わないようにしますけど、まあ、彼のね、まあ、家族のために取る行動とか、まあ、そういった、まあ、彼の行動がね、やっぱりちょっと個人的には なんて言うんでしょう、涙を誘うというか、こうやっぱり胸を打たれるシーンが結構ありましたね。宮沢賢治を演じているのは、もういろんなドラマや映画で引っ張りだこの菅田将暉ですね。菅田将暉さんって何でしょう、こうどんな役をやらせてもこうそつなくこなせる、まあ、かなり器用な人だなっていう印象が僕の中ではあるんですよね。ヒロイックな役やコミカルな役、悪役といってもう役を、まあ、今まで菅田将暉さん、まあ、やってきたとは思うんですけれども、いずれもね素晴らしい演技だったと思いますね。これ全然ダメだろうっていう役って、まあ、少なくても僕が見てきた中では一つもないですね。何年か前に、まあ、ドラマですけど3年 A 組っていうドラマがありましたよね。あれで菅田将暉さん、まあ、学校の教師の役を演じていましたけど、あれが、まあ、菅田将暉さんの名前をこう広く広めた、まあ、いわゆる出世作というんでしょうかね、菅田将暉さんにとっての、まあ、そういった当たりの役があったりしましたけど、映画で当たりの役ってないですよね。正直菅田将暉さんの、まあ、出演している映画といえばやっぱこれだみたいな、そういう作品ってまだ登場してないと思うんですよね。僕もねこの菅田将暉さんいい俳優さんだと思うので、ぜひともねこの、まあ、この作品がそうなるかどうかわからないんですけど、まあ、映画でねやっぱ主演でね当たりの作品に、まあ、ぜひともね巡り合ってほしいなと思いますね。素晴らしいのはねもちろん菅田将暉だけではなくて、まあ、主演の役所広司、まあ、彼もねもう言わずと知れたベテランの、まあ、演技力とか存在感とか、まあ、そういったさまざまなものを兼ね備えた、まあ、安定の役者さんなので、まあ、彼の、ね、演技も見ものです。そして森七菜さんですね、賢治の妹の役かなを演じているのが、森七菜さんですね。まあ、この方もね、まあ、最近いろんな作品に出始めていて、まあ、今後の活躍が期待される女優さんですけれども、彼女の演技もね非常に良かったですね。もうなので、まあ、この3人の演技合戦とでも言うんでしょうかね、それを見るだけでも十分見応えのある、まあ、映像にはなっていましたね。
とまあいいところはたくさんある映画だとは思うんですけれども、人によってはねちょっとこの映画あんまり乗れないなっていう人もいそうだなとはなんとなく思います。そうですね、やっぱその泣かせ演出みたいなのは確かにあるので、その泣かせ演出がちょっとあざといというか、まあ、泣かせようと思わせるような感じに見えてちょっと気持ちが冷めてしまう人もいるのかもしれませんね。僕はそこまでそういった泣かせの演出があざといなとは思わなかったんですけど、人によってはそういう風に感じる人はいるかもしれませんね。それからこの映画、明治、大正、昭和と3つの時代の、まあ、時代設定なので、あの結核ですね、結核を扱った話が結構な尺を割かれているので、まあ、結構重たい話にどうしてもなってしまうんですよね。重苦しい話にどうしてもなっていってしまうんですよ。なのでそれをちょっと長い時間見るのはしんどいなって思う人は、まあ、結構いるかもしれませんね。そこがちょっと注意点ですかね、この映画を見る上での。はい、まあそんなところでしょうか。それではね、この映画にも5点満点中何点なのか、点数をつけたいと思います。本作の点数は 3.7 点です。まあかなり泣きましたねいや僕だけじゃなくてね、僕以外にもねこの映画見た人たちは結構泣いている人いましたからね、まあ結構な涙腺刺激系の映画だったと思いますよ。あと最後にちょっと言っておきたいなって思うのは、この映画の予告映像ですね。この予告映像がね僕あんまり好きじゃないんですよ。っていうのも、あのなんだっけ、宮沢賢治と父親の政次郎が、まあ、こう言い合いをしているシーンが、まあ、予告の映像にあるんですけど、その時にねこう宮沢賢治の言ったセリフをなぜかこのセリフを文字にしてこうどんどんこう見せていくところがあるんですけれども、何にあれって思っちゃうんですよね。まあ、この映画だけじゃなくて他の映画にもねああいう感じの予告映像ってありますけど、あれちょっとなんだろう、ダサいっていうかね、なんかどうも好きになれないんですよね。ああいう CM というか予告やめてほしいなって思うんですけど、皆さんはどう思いますかね。菅田将暉さんが言った言葉をそのまま文字にしてこうどんどん出していくっていう、で画面がどんどん文字で埋まっていくみたいなの、僕だけなんですかねあれが苦手だって思うのは。どうなんでしょうかね、まあ、あれがいいっていう人もいるのかもしれませんけど、僕はどうもあれは好きになりませんでした、っていうのがありましたねっていう話です。はい、それじゃあ今回はここまでにしたいと思います。このチャンネルでは主に映画の感想をね、まあ、こんな感じで喋っていますので、もし映画が好きだよっていう方は、まあ、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。という感じで今回はここまでにしたいと思います。バイバイ。